デイリービル編集長の山根です。本日は政治学者の岩田さんをお願いしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、今発売中のウィル三月号では、カウタリウショウさんとね、岩田さんに対談していただいたんですよ。柴良太郎生誕百年、坂の上の雲に学ぶ戦える日本ということでね、ええ、まあこれは前回の動画でも紹介していただいたんで省略しますかね。めちゃくちゃ面白い対談になってますんでお買い求めください。で、えー、前回は三浦ルリシのね。はい 問題を扱ったんですがやはりこう最近こう専門家と称する人たちが実は利害関係者でという話がね問題になってるじゃないですか、うんはい、それでそれに通じるところであのコラボですよ、はいうん、あれもこう何ですかそうコラボだから、えー、貧困女性を救う支援するという名目で活動する NPO、うんはいうん とかに公金が流れてるんだけれども、はい、その代表を務める二藤さんでしたっけ<で><で>その困難女性支援法の有識者とかに選ばれていてぐるぐる回ってるような感じでしかも予算だとかの、はい、問題についても具体的に何か言ってると、はい、いうことでしたね。そ、うん、それで、まあ、元々はそのひまそろあかねさんという方が、はい、そのコラボ のこのずさんなね、はいえー、この会計処理いかがなものかっていうところで、はい、まあここまで大きな問題になったわけですけれども、はい、岩さんはあの問題どうご覧になってますか、ね。いやまさにですね。これは同じ問題ですよ。うん、要するに有識者の中に入っていてでまあ要するにですね、まあこれ課金費についても言えると思うんですけれども、うん、国民の税金なんですよね。うんうん、で国民の税金の使い道っていうのはやっぱり。 その自分がです、ねえー、支援者から集めてきた寄付金よりも、うん、使い道の人の使すが、ね、厳しく監視されるのは当たり前のことだと思うんですね。うん、なぜならばそれはあの国民はです、ね、税金払う時に使途がどうなって税金払ってるか知らないわけですよ、うん、言われた通り払ってる。でそれそんなことになったらです、ね、やっぱりねおかしいでしょとえそのどうなってんのと教えてとい、うん、うといやこれはね使途の,人の、ね、使い方を教えてくれというだけで。 なんか共産党がりり出したりですね不思議なことやってる例えば一番私はこれねあのすごいなと思ったのはあの維新の会が参議院の浅田さんかながあの質問代表質問の中でえこの問題について取り上げてですね、えー、これをやっぱり今,もう今編集長がおっしゃったようなことをですね繰り返してこれはいかがなものかということをですね、うん、それの真相解明を求めるみたいなことを言ったら。うんうん この次の日の赤旗でねあの維新がそのなんかそれ攻撃と、うん、この女性支援に、ね、対する攻撃だというふうに言ってるんですけどそんなこと攻撃してないんですよ。で,なんかでその女性支援ということ自体について、ね、否定なんかしてなかったのになんかまるでね女性支援を、ね、あの否定してるというようなあのニュアンスでね書き換えて、ね、やってる。なんでねここまで共産党がねこの問題について出てくるんだろうというのを逆にね あの不信感になきますよね。うんまあ、ある人のまあレッテル張りですよね。うん、こういう弱者に身を寄せる。やっぱそこのね少しでも問題と言って突かれたら差別主義者。そうですそうです。レッテルを張ると。と、うん、したらなんかね我々としても攻撃しにくくな攻撃っていうかね攻撃じゃないんですけど追求しにくくなるんですよね。そこはまあ費やらずにやっていきたいと思うんですけどそうそう。いやその通りですね。それからね朝日新聞でも不気味な記事があったんですよ。えー、これはね文芸評論家のね名前も忘れましたけれども、うん、ある人もね。 この問題をねなんかもう,もう異常であるとこんな問題でね日本中がワー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 なってるのはね異常だとでそのひまぞらしいのねなんか言ってることはねなんかどうのこうのと書いてあってこのままいくとね日本でもねキュアノンと同じだとであのアメリカのねキュアノンと同じでこのままいくと議会がね 国会議事堂がね、占拠される日が来るのではないかと思ってね、危惧しているとかなんか書いてるんですよ。どういう論理なんでしょうか。もうわからないですよ、<laughs> これ。だからもう妄想に妄想が重なっちゃってね、要するに。その普通に、これって税金のね、使い道として。正当な使い方なんですかと、いうことが、ことのほったんですよね。で、それが、なんかもう、なんかすごい陰謀が広、い全然陰謀が広がってないと私は思うんだけど。 でその陰謀が広がってってなんかゲーム的世界観がどうのこうのとかねもうなんか自分のオリジナルのワールドに入っちゃってキュアノンというよりその人の人世界に入っっちゃってるわけですよでその人の論理だとこういう陰謀論をね許しておくと陰謀論がどん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 過激化してそのなんかあの国会議事堂をね襲撃するような事件がね起こる日が来るんじゃないかとか本当に書いてるんですよ朝日新聞で。 赤旗じゃないですよね。朝日新聞ですよ,、ねですよ。だからまあめまあ見分けがつかない時はありますけど、でも、うんうん、やっぱりびっくりしましたよ。うん、でもことの構造はやっぱ同じなんです。全部。だから国民の税金をここに支出しているということは正しいの？正しくないの？っていうことに尽きてるんですよ。うん、でそれについて教えてほしいっていうのは国民の正当な権利ですよ。はい、だからそれについてね何も言えないっていうのは話にならないと私は思うんですね。うん 愛知トリエンナーレとかもね、うん、あれも公金で10億でしたっけあそうですね正確な覚えてないですけれどもかなりの額使われてますよ、うん、で、あの中でねやっぱりあれでしょあの、えー、昭和天皇の顔写真をね、うんえー、燃やしてバーナーで燃やして踏みつけてねでぐちゃぐちゃってやってるのとか特攻隊について侮辱するのとかですね、うん、あって私ねあそこの愛知トリエンナーレには行けなかったんだけれども、うん、広島トリエンナーレが行われるということで広島まで行ってねそこのね 桃島っていうところでプレ・トリエンナーレってやっててで行ってきたんですよ。でプレ・トリエンナーレね行ったらねなんとねそこのねあの集会に行ったら津田大輔氏がね出てきて、ね、びっくりしたんですけどねでこの人ねちょっと常識のない人ですよ。うん、まあ,あのなんでかって言ったらねこの人は主催者でもなければパネリストでもないんですよ。ただの参加者なんですよ。 で参加者で、ね、質問してくださいっていうのにね質問をね1人でねずっとねなんかね仕切り始めてねなんかねいろんなことしゃべり始めるんですよ。でね他の人も手を挙げたりしてるのに1人1問でね原則としてやってるのにね自分だけなんかねあなんかこの人って特権階級の意識があるんだなっていうのをねすごくね感じてね嫌な感じしましたけどでそこに行って実際に見ました私はその、えー、昭和天皇のカ写真が燃やされてるのとかね。でそれ見てね本当に不愉快な思いをしましたよ。 でね、いやそれただのねお前が不愉快な思いをしただけだろうとそんなのね表現の自由があるんだというふうに言われたらねこの間ね、えー、あの首相の秘書官がですね、えー、何て言ですかっけあの同性婚かな、うん、の問題についてこれはね、まあ、あの見るのも嫌だ隣に住んでるのも嫌だと言って大問題だと言ってですね糾弾、えー、されてでこれ更迭されたわけですよ。あれとじゃあこっちのの、ね、の自自由由とか表現の自由については、ね 言わないのというふうに思ったけれども、これ完全にダブスターでしょ。うん、だって表現の自由っていうのは、アメリカはですね、表現の自由っていうのは認めるっていうことになってるから。最大限認めるっていうことになってるから、あの他のね、ヨーロッパの国と比べて。ヘイトスピーチとかに対する規制もね、ほとんどないんですよ。で、だからもう全部自由だと。だからまあ、その分ギスギスしますよ。うん、要するにもう、もうむかついたんだ。そういうこと言ってんだっていう話になっちゃってね。ギスギスするけれども、論理としては一貫してるんですよ。うん、表現の自由を守るんだから。 そ右であれ左であれ表現の自由を守れと。で左の方はです、ね、が言ってるのはです、ね、何かって言ったら今の左派が主張してるのは愛知取縁のアイチトリエンナれの方は表現の自由には当たらないあの表現の自由だとこれはあの制限しちゃいけないとただしこのねあの岸田総理のねこの首相秘書官が言ったことはこれ表現の自由じゃない自分たちが表現の自由を決めていいんだっていうねこの論理もね非常に不気味な論理なんですがさらにここの愛知リエンナれには公金も入ってますよね。うん だからね、何重にもおかしいですよこれ、えー。あっち側としてはこう一石二鳥っすよね、うん、自分たちのイデオロギー客差的な活動をアピールできて、うん、みんなに見てもらってしかも、うん、税金までね、うん、お金,金までもら,もらってる。うんうん、でだってあの実際にお金金ががななななかかっったたららあんなところでできないできいしょ、えー、例えばあの、ね、芸術家の古典とかね、うんえー、それ自分でやってらっしゃる方いて、うん、それは立派なことですけれどもそういう形でね、えー、例えば誰かが。 えー、どこででもいいですよどっかのホテルの部屋借りて個展を開きましたと言ってそこでね,そのね不気味な、えー、昭和天皇のね顔写真燃やしてるものとかねわッとやっててでも全部自分のね、えー、自分と自分の支援者でこれ賄ってますと言うんだったらそれをね私と編集長で出てってですよこれはやめろとかねそ,それはできないでしょう。だけどだ公金使ってたらやっぱ違うでしょとういうのはやっぱありますね。 でも、やっぱり、こう、例えば、保守的なね、え、ものよりも、やっぱ左翼的なものの方が、そう、芸術的な分野においても、まあ、いろんな分野においても、やっぱ、こう。通りやすいですよね。うん、科費もそうです。科研費もそうです。通りやすいのは、やっぱり、結局、おの。中にいる人たちも、まあ、リベラルという病。え、そうなんですね。要するにね、結局ね、あの。 本当に、ね、これはね陰謀論めいて聞こえるかもしれないけれども、うん、まあ学問の世界にいるとよく分かりますけれどもね、ええ、リベラルにあらずんば人にあらずと、うん、左翼にあらずんば人にあらずと,、うん、ということであの私ね昔ねこう,こういうこともあったんですよある時にですね私の先輩がいましてね、うん、でこの先輩がですねと議論してたんです大学院の時だったかな、うん、で議論しててのの永遠平和のためにが好きだっていうわけですよ、うん、で別にいいけれども何で好きなんですかって聞いたんですよで これね、まあ、国連の、ね、理想になっているもとだとかねそれわ分かるけどこれ永遠平和はねこんなものではね永遠に実現しないでしょうと、うん、まあこれ、まあ、統制的理念とかね、まあ、言うんですけれども要するに現実には実現しないけれども掲げておくことは大事だとかね言い方できるけれどもでも現実問題ってもっと大事でしょうと、うん、日本国憲法もだからねこの関東の理念がとかねなんか言ってるけど日本国憲法で理念語ってもねそれ外国に迫られたら終わりじゃないという話でしてま でもやっぱり「カントの永遠平和のために」っていうのはやっぱり好きじゃなくちゃいけないんだと好きじゃなくちゃいけないっていうから好きじゃなくちゃいけないって論理は何なんだっていうふうに聞いたらねだってリベラルだったらこれ好きじゃなくちゃいけないでしょとだからねだからもう学者となるものはリベラルでなくてはいけないでリベラルだったらこの本好きにならなくちゃいけないっていうねだからすごいね歪んでんですよあの価値観がねだから本当に自分が好きなんじゃないと思うんですよね。そうやって 肩にはめていくるんですよ。うん、その方は今何をされているんですか。一旦特定されちゃいます。どこかの大学で教員をやってますよ。そういう方でも教員ができるのが日本だから理不尽ですね。ねそうですね。はい、これやっぱり他だったら無理じゃないですか。その、ね、全然あのなんていうのかなあの優秀と思ったことは一度もなかったですけどね。まあまあまあ、えー、そもそもね、簡単に個人が。 まあそうで早さまあ体に社会ですなそうですね <laughs> で,もでもね体に工事はそれなりにね本は読んでますよ、うん、だけどまあそうです山口二郎ですよ山口二郎がねやっぱ政治学者のね、えー、どんみたいな顔してるのはやっぱおかしいですよこれ、えー、まあね本当にここら辺はあのだってこれだって課金費何億円も使ってますからね、えーえー、あれだと気になりますよね万、えー、に使ったのか、えーえー、でその学問的成果のね <laughs> 結果がね学問的成果が集団的自衛権に反対しで安倍に言いたいお前は人間じゃない叩き切ってやるだとするならばね国民の6億円ね返せっていうふうに言いたいと私は思いますけどね。岩瀬さんはそんなアカデミズムが嫌で YouTuber にねまあそうです、ね、なれたという経緯もあるんで見るとね政治学者 YouTuber になるこれ2冊同時にまとめてねお買い求めいただければ幸いです。<laughs> なんか商売上手ですね <laughs> ありがとうございます <laughs> ういまどうもありがとうございました